はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、まあ長宗我部戦にはなるんですけども、まあ順調にというか、勢力を広げてきているというところで、今回はですね、前回淡路を取って四国への渡海の準備ができましたので、四国へ渡海して四国征伐を行っていきたいと思うんですが、前回最後ですね、長宗我部と和睦をしてますので、まずは6ヶ月間は兵の回復に勤しみたいなというふうに思っています。なので向こう6ヶ月間の間はひたすらに鉄砲と軍馬を買い漁っていきましょう。で、前回取った城への武将の配備と、あとはその城への歩兵はすでに完了してます。なのである程度6ヶ月間という上宗我部との和睦が解けた後はですね、まとまった軍が動かせるんじゃないかなというふうに思ってます。で、あわよくばというところなんですけど、できるだけね、陣を取った状態で戦闘をしていきたいので、そういう状況をいかに作り出せるかというところと、もちろん相手よりも多い軍勢で合戦に入っていきたいので、そこをね、ちょっとどこに戦場を定めるかというのを見極めながら戦場の選定をしていきましょう。じゃあ早速、今信長が提案してきた軍馬流通の1じゃないですね、鉄砲流通の1ですね、これを入れておきます。今はね、ひたすらに軍馬鉄砲を買っているので、願ったり叶ったりと試作でしたね。まあ、残された勢力でいうと、上宗我部、竜造寺、あとは島津というところが敵対勢力になると思うんですが、もう上宗我部を倒せば、ほぼほぼ終了できるかなというところですかね。おっと、待ってくれ。信秀が裏切るか。信秀が裏切るか。いやー、最有力武将の一人だった信秀が裏切るとなると、なかなかの痛手だな。ちょっと裏切られる要因が思い当たらないんだけど、なんだろうな。なんでしょうね。特に今回の、まあそのいわゆる家臣への褒美というか、その忠誠度みたいなものがこの大使だと主にないので、裏切りに関してはちょっと防ぎようがないんだよな。まあ出奔もそうだと思うんですけどね。そんな中、最有力武将の一人信秀が裏切るか。で、例によって前線にはですね、優秀な武将を配備していっていますので、まあそこでね、なんとかというところなんですが、それにしても長宗我部は九州に勢力を広げていってるで、竜造寺がどっか一戦勝利しない限り、長宗我部が九州を席巻するのを防ぐことができそうにないですね。仰せの通りに取り計らいます。ありがとうございました。さてと、で、あとは上宗我部軍とまた再び相まみえるときに、どこでどういう形で合戦に及ぶかというのを考慮して、味方に陣がある状態で
合戦に入るのに戦場の選定をどこにするかですね。報告いたします。先月の収支です。表示を始めるとしましょう。まあ、ここは一度再興させましょう。で信玄でしょ。あとはどうしようかな。できればお金が一番もらえる人にする。じゃあ波岡さんにしましょう。表情を終わります。特段何も打てる施策がないって言われちゃうとうーんって感じもしちゃいますけど、じゃあこの後は上座壁と再び戦争を始めていきましょう。味わうがよい。で早速軍を起こしていくんですが、戦場の選定もさることながら確実に味方が勝利できる場所、まずは信長軍116,000、これをこの隅城に出していきます。で、あとはですね、高槻にも兵が入っていて、この高槻が結構邪魔くさいんですよね、正直言って。なのでこの高槻も攻めていきたいんですけど、高槻云々の前に都会をしたいので、都会作戦を行うために信玄軍68,000、これを出していきましょう。でさらにですね、都会は並行して行っていきたいので、ババノムハル軍も出していきましょう。でその上で家康軍42,000、これを出していく。そうだね、これで一旦様子見しましょう。で、あと念のためというわけではないんですけど、まあ、今後のことを考えて三木城に部隊を出しましょう。で、この時はまあ、遠方からでもいいので、とにかく軍勢の多い数を集めていきます。こんなところですかね。これで軍勢の数としては6万の軍勢を集めたので、この6番を三木城に入れておきましょう。まあ、この初戦でほぼ今回のターンが主勢に回らなければならないのか、このままイケイケで進められるのかっていうのが決まりますからね。先月の収支です。取引を行いましょう。取り計らいます。仰せの通り、ありがとうございました。ただ戦場の選定は慎重にしたので、いずれもこちらが陣を取った状態で合戦を始められるはずです。小早川高影軍、まあ、高槻城に関してはぶっちゃけどうでもいいんですが、まあ、ここは数で勝っているので、まず間違いなく勝てるでしょうという戦いでしたね。で家康軍この3万なんですが、この後どこにこの3万をうまく出していくかだな。数でいうと3万という数は大した数ではないので、この状態になると序盤では3万の軍勢っていうのはね、大軍勢になるんですけど、現時点では
この3万5千っていう軍勢は大した数では正直ないので、そうか、家康はまず高槻城を確実に取るっていう任務をする以前に姫路城に進軍して岩永秀軍を撃破してもらいましょう。んで、高槻城はもう吹けば飛ぶ、吹き飛ぶ程度の数しかいないので、これ氏康軍を新たに出しましょう。5万です。今信長がどっかで鳥かごめって言ってたので、信長がどっかにいるね。まあ、中国地方方面に信長を出したのかな、もしくは四国か、どちらかしか今戦争は行っていないので確認をしていきましょう。おっと、兵糧が一気に12万5千も減るか。兵糧も買っていかないとちょっと持たないかもしれないですね。まあ金は成金のごとくあるので使っていきましょう。で信長はこの隅城を抑えてるんだな。この隅城はじゃあこのまま兵糧攻めにしていきましょう。力攻めはしません。で家康はどうなんだろう。このまま行くと姫路城で決戦に及ぶのが、そうだね、長宗我部森近隊と3万の戦場で1万5000の軍勢と相まみえるんで、これこのままいけば勝てますね。で宗雲の三木城なんですが、これも大丈夫そうだね。で都会中の部隊なんですが、信玄信春、これも大丈夫そうです。まあ、至って順調に合戦は推移してるかな。そしたら信玄はこのまま桑野城を攻略します。で馬場信春軍は四国都会をして、安芸城を攻めよう。で三好隊がこれはどこに向かっているんだろう。有岡城に向かってくるのか。であれば宗雲の部隊を先回りして有岡城で迎え撃ちますか。出陣するぞ。三好長慶の軍これ12万だからな。これはちょっと相手にまともにするときついですからね。長宗我部軍ですが、宗雲の方が陣を取っているので、ここは確実に勝てるはず。これで三好軍12万を一瞬にして廃寺に帰すことができたので、一気に戦いが有利になるんですが、これあと津軽隊だな。津軽隊もこれ撃破したいんですが、津軽隊は御坊に来るので、どうする。これ御坊で迎え撃つのきついな。かといって今集結中の、そうだな、ここは氏康隊を急遽石山御坊に出して先に陣を取った状態で津軽隊を迎え撃ちましょう。で宗雲の部隊は、津軽隊をやり過ごします。報告いたします。ある程度目論見通り順調に戦局は推移してますね。まあ唯一危ないのが兵糧かな。始めるとしましょう。なるほど、なるほど。
これにて表情を終わります。今4月か、まだ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 かかりますね。次の兵糧が入ってくるまでは、これなんとかそれまでこらえなきゃいけないですね。こらえられるかどうかだけど、どうだろうな。まずは桑野城信玄、これは落とせますね。馬場信春隊はこれ秋城を攻めている進軍中ですが、これ普通に向かっていくと本城隊とぶつかるわけだな。これ全然嬉しくないな。であれば馬場信春隊は、ちょっと変えて諸畑城に向かいましょう。で家康は姫路城を攻略中、これそのまま籠城します。籠城戦を仕掛けてきている部隊にこのまま兵糧攻めにします。でこの隅城は信長がもうすぐ落としますね。10万の軍勢で囲んでます。で有岡城にいる北条総務は津軽ための部隊とまともに戦うと少し勝ち目がないので、このままやり過ごして、今部隊集結中の北条信康だってたっけ、そうだね、氏康だね、氏康の軍、これを石山御坊に向けて、津軽隊が来るのを待ち受けるという感じです。じゃあ時を進めていきましょう。よし、この隅城は信長が落としたので、この信長の軍11万、これを鳥取城に向けて進軍。俺に続け。信玄も桑野城を落としましたね。亀信、さらに宇治安、この辺りがどう転ぶかで一気に叩けるかどうかが決まりますね。よし、津軽隊8万、これも撃破したね。やっぱり陣がある状態で戦うと確実に勝てるな。そしたら宇治安の軍2万しかいないので、これは高槻城、小早川高景がこもる高槻城を狙いましょう。で総軍の部隊なんですが、総軍はこれ山陽から攻めていきます。室津城に向かいましょう。姫路城には今家康がいますと。なので、まず山陰地方には信長軍の10万で、山陽の方は家康、総軍合わせて8万ぐらいの軍勢ですかね。これで戦っていきます。で四国の方はというと信玄と信春、馬場信春ですね。これで四国を攻略していきましょう。よし、姫路城取ったね。姫路城も取りました。まあ、姫路城はね、もともとは黒田官兵衛の居城だったところですが、秀吉の中国計略の中で、官兵衛が差し出した城ですね。そしたら家康の方は、天神山に向かいます。で、間にある室津城は総運が後からやってくるので、総運に任せましょう。で、ちょっと問題なのが、本城隊が洲本城に入ってくるのか、これさ、馬場信春の軍勢先回りできないかな。できないか。洲本城を取られるのはちょっときついけど、しょうがないよな。で、洲本城の救援に迎える数があるかというと、どうなのこれ、全然数足りないよな。洲本城は一旦敵に差し出すつもりでいく。長宗我部から交渉か。28,600、一旦拒否しましょう。
黒田長政だな。長政も処刑していきます。官兵衛が怒りそうですけどね。さてと、洲本城をどう守るかだけど、洲本城は捨ててでも四国の計略を行っていくと思っていたら、ここでそうか、総武事例か。いや、総武事例はもう少し後にしましょう。まだわからないですからね、四国、中国。報告いたします。この辺りをもう少し削って、長宗我部を完全に下に見ることができるところまで進めたら総武事例を出していきましょう。まだその段階ではないと。多分ね、皆さんもここで総武事例出したら、いやまだ早いんじゃないのってね、思われる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、僕も同じ思いなので、ここはもう少しね、長宗我部を削っておきましょう。問題はこの洲本城なんだよな。この洲本城に派遣する軍勢がちょっといないんだよね。一応じゃあ雪村も出しておく。まあただね、兵糧が危ないので、それこそ本当に。よし、高槻城は取りましたね。高槻城を取った宇治康は一旦騎乗させましょう。いや、洲本城が本当に危ないな。洲本城を取られた後、本城隊の動きが全く読めないですね。このまま、岸和田に来るのってなると、ちょっと危ないなって感じがしますけど。洲本城は取られるよね。ただ、洲本城はこれ孤立しますからね。本城隊を、なんとか、撃破できれば。この城もらい受けるぞ。諸畑城は取ったので。一旦この後は、洲本城を取った長宗我部軍の動きを見極めましょう。長宗我部軍はというと、一旦集結中に変わってるね。洲本沖で決戦に及ぶわけだな。であれば一旦は放置をして、このまま四国の接見を行っていきましょう。で、馬場信春軍も、これね、追撃するっていうよりかは、先に軍を進めていった方が良さそうですね。乱世が望む、俺の天下。
鳥取城は取りましたと。そしたら先へ先へと軍を進めていきます。家康軍はどうだろうな、これ天神山サクッと落とせればいいんだけど。さあ、兄信之との同盟が切れたという状況なので、まあ、ここはいつもの延長兵糧外交を展開していきます。なんとか兵糧は持ちそうですね。夏までやってきたので、まあ、ここまで来ればもう兵糧はあと3ヶ月持ちこたえればいいという状況なので、なんとかなるかなっていう目処感は立ってきました。で、あとは忘れないうちに交渉で信行と兵糧外交を展開しておきます。で、下津城は総軍が取りましたね。そしたら総軍は天神山を追い越して岡山城へと進撃。で、信春は引田城攻略中で、信玄はさらに進んでいますね。まあちょっと怖いのが、だからやっぱり洲本城を取られて、洲本城に集結中のこの4万の軍勢かな、これがちょっと、ちょっと待て、佐竹と信之か、ここはもうどちらにも味方しない形でいきましょう。そしたら家康はもう2万切ってきたので、これ天神山を力攻めにして一旦戻しましょう。よし、天神山取ったね。なんかコロリンみたいな感じでマイナスイベントが起きたような音はしたんですけど、どこで何が起きたかちょっと確認していきますか。さあ、天神山取った。じゃあ家康軍は一旦ここで騎乗させます。で、前線に展開する部隊の数と、あとその展開今できている部隊でも、疲弊が進んでいる部分が多くなってきたかなという印象があるので、ここは一旦部隊を再編して再出陣させるところを選定していきます。おっと、ウスが欲しいのか、信行は。まあ、ウスぐらいくれてやりましょうか、じゃあ。何人たりとも止められぬ。さあ、そしたら八橋城まで信長を進めていきましょう。俺に続け。
赤子の手をひねるようなものよ。さて、そしたら時間も30分というところになり、霧もいいとはちょっと言えないですね。言えないんですが、まあ、時間はいい時間になりましたので、一旦ここまでにしてですね、おそらく次回最終回にできるんじゃないかなと思うんですが、まあ、四国をさらに切り取り、中国地方の上層壁を削ってですね、真田幸村の派遣を確実なものにして、総武事例を出していければいいかなというふうに思いますので、次回最終回の予定になりますが、次回も応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。